読売ランドは、株式会社読売ランドが運営する東京都、稲城市と神奈川県川崎市摩区にまたがる場所にある遊園地。1964年に開園。多摩丘陵南部の傾斜に沿った広大な敷地に、絶叫マシン、観覧車、豪華アートといったアトラクションを中心に、アシカショー、遊泳プール、緑地、キャラクターショーなどを行う、太陽の広場や多目的ホールなどがある。 1999年に交通機関としてのロープウェイ、スカイシャトルの開設とエントランス部の建て替えなど大リニューアルを実施し、2012年に起動起動、2014年に日テレランランホール、2016年にグッジョバが増築された。2019年2月6日、バーチャルリアリティを取り入れた水族館の新設など550億円を2029年3月期に、 かけての10年間で投資する計画を発表した。所在地は東京都稲城市矢野口と表記されているが、これは京王読売ランド駅前に所在する株式、会社読売ランド本社の住所で、実際は南側の丘にある大部分の敷地が神奈川県川崎下幕菅千国4丁目に属し、電話番号も川崎 MA の044となっている。また、 川崎市川の敷地内にある読売ジャイアンツ、旧室内練習場跡地の一部は稲城市の飛び地になっている。このため、2004年頃に旧室内練習場に泥棒が侵入した際は、警視庁と神奈川県警の警察官が同時にやってきて、侵入経路や窃盗が行われたロッカーがどちらの都県に属するかといった所轄をめぐる争いが発生したという。 川崎市内に所在する日テレランランホールで稲城市の成人式が開催されており、対象の新成人は入園招待される。2000年代には、老朽化した社有施設が再開発により、スーパー銭湯、読売ランド級の湯や、介護療養が大量施設などへ建て替えられた。かつて、日本唯一の常設の水中バレエ劇場や園内を一周するモノレール、読売ランドモノレール、 ラッコマナティ、魚類を展示する、読売ランド水族館が存在した。以下のアトラクションでは優先乗車券、スムースチケットを販売している。一人500円で、12時19時30分まで30分間隔の、時間指定となっている。スムースチケットだけでは利用できず、乗り物券や、ワンデーパスが必要である。バンデット大観覧車メリーゴーランドドッグミラクルワン。 ルームルーピングスターシップ2016年3月18日にオープン。日本最大となる様々なものづくりが体験できる14種類のアトラクションがある。スポンサーは国与、日清食品、ワールド、島製機製作所、日産自動車、アルソックなど。2021年3月19日より対象制約が加わる。スプラッシュ誘拐、オー,オープン予定対応の広場。 読売ランド級の湯読売ランドの所有する敷地内にあるが運営主体は別にある施設。会社創立60周年を記念し、開業以来初となるナイター営業、夜ランドを2009年12月5日から1月11日の金、土、日祝、12月23日から1月3日までの24日間に渡り開催した。各日16時より、 ナイター営業チケットが販売され、アトラクション乗り放題と入園料込みで一律千円。二十時まで開園していた。園内には数々のイルミネーション、公設、流れ星の演出、人気コースター、バンデットのナイター営業特別バージョン、スターライトバンデットの運行を行った。2010年以降は広大な芝生エリアにイルミネーションを敷き詰めた。 ジュエルミネーションとして、ナイター営業が、例年11月から2月にかけて開催されている。所在地、東京都稲城市屋の口4015-1、読売ランド、550億円投資へ、日本経済新聞長官2019年2月7日2019年2月8日、閲覧。AB 秋山忠美に、中原厚、知られざる、日本の不思議百景。 県境の秘密 PHP 研究所2009年12月25日220ページ ISBN 978から4から569773568チケット料金読売ランド公式サイトアーカイブド2008年5月25日アットザウェイバックマシン人気アトラクションの優先乗車券スムースチケット対象機種追加の お知らせ読売ランド公式サイト2017年12月8日他には釈迦の聖神など勝利期末太郎に寄贈されたものが多い植物園デジタル満開読売ランド来月オープン読売新聞2020年2月6日社会14版32ページ20年2月6日閲覧ゴルフ場から遊園地に解消解消時期は不詳 西生田から音楽堂、さらにサッカー場に解消。解消時期は不詳。スキー場からスカイロードに解消。解消時期は不詳。佐藤信行、モノレールと新交通システムグランプリ出版。2004年37ページ。ISBN 9長7848億7687万2664。宮脇俊三。 鉄道配線跡を歩くスリー JTB1997 年15ページ ISBN 9兆7845億3302万7437日比谷野外音楽堂は最大6000人前後である当店と川崎砂子店は株式会社読売ランド経営によるフランチャイズ店である入園料は実質無料であった アトラクションの営業終了時間は各アトラクションにより異なった。車両に多数の LED をつけて流れ星に見立てる演出やコースト中の特殊装置から炎を吹き上げる演出などがあった。ただし2009年は原辰則が WBC 日本代表監督に選出された関係で開催されなかった。読売ランドマスコットキャラクターランドドッグ。 新キャラクター誕生。株式会社読売ランド2016年2月ありがとうございます。